幻の本が発見されました日本を代表する哲学者西田喜太郎の著書禅の研究の原本の一部が金沢大学附属図書館で見つかりました日本を代表する哲学者西田喜太郎西田が1911年に発表した禅の研究の全4章のうち重要とされる2章と3章は西田の考えをまとめた資料 西田氏実在論及び倫理学が元になっていますこれは西田金沢大学の前身である旧制金沢大師高等学校で教鞭を取った時代に講義の内容をまとめて学生に渡したものでした資料は学生が印刷し製本され冊子となって残りましたが所在は分からなくなり哲学史研究者の間では幻の本と呼ばれていました 西田喜太郎記念哲学館の浅見博史館長は幻の本を探し続け4月下旬に大分県の図書館で冊子のコピーを見つけましたその扉に金沢大学蔵書の印があり金沢大学附属図書館に問い合わせたところ原本を所蔵していることが分かりました。一つはなんか東大元暮らしだなと。 いう感じはしましたけれども、しかしやっぱりカナダ大学にあって当然なんだなという学生たちがあのえっとまとめた資料ですから、やっぱりカナダ大学にあったんだなというふうに思いました。今回の発表を記念して、今月7日から16日までカナサ大学附属図書館で西田氏実在論および倫理学が展示されます。